そういえばさ、今日朝まあ安部もぎからね、帰ってきてリビングこうやって座ってたんですよ。で、そしたらね、なんかお菓子があったからさ、おりんがね、お菓子があって、ミルクアンマンっていうセブンイレブンのね、美味しいやつがあって、お菓子じゃんって思って、ピリピリって開けて食べてたら、あ、それおりんが昨日買ってたやつだよってうちの親に言われて、で、さっき起きておりんに会ったら、私のミルクワンマンを食べたのはこのクソだって言われた。私いや、言ってた、言ってたじゃん。めっちゃ言ってたじゃん。そんな下品な言葉使いません。ミルクワンマン食べたのこのクソだって言ってたじゃん。言ってない。すごいナチュラルにクソがって出るじゃん。言ってたよ。私はそんなこと、そんなお下品な口にしないですから。よく言うよ。じゃあ、なんて言ったの？私のミルクアーマーもおたびに飲まれたのですね、アニメ。それ怒ってないじゃん。事実。全然めちゃめちゃ事実。やば。めっちゃ事実だ。私のミルクアーマーもおたびになったのね。めっちゃ事実。事実しか言ってない。怒ってないよ別に。ドボン大戦ありがとうねって。だってな、本当だよ。もう今もやってますよ。あ、私じゃなくて。違う、なんでだよ。私でしょ。私、そう、ドボン今ねオリンがやっててね、私はデッキを全部オリンに変えて、ありがとうございます。やってますよ。もう頭が上がらないので下げません。おい、下げろ。どうせどうせ頭が上がらないので下げませんって。そう、いい屋根なんですよ。もっと低い。え、じゃあ安倍モーニングどうしてんの？低いままやってんの？おはようございます。今日は AKB48 の武藤トムがお伝えします。よろしくお願いします。まずまずは外の様子を見てみましょう。こちらは現在の新宿です。あー、雲がすごい。そうだね。たまにね、出ちゃう時あるんだ。なんて、雲がすごいって。なんか、あ、すごいみたいな。やーって。武藤おりん、かっこ本物からタワーが投げられてきた。おい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 、やめてくれ。おいおいおい、ほんとほんとほんと。ほら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 。やめろ。ほら。他のところでやっちゃダメだからね、その名前で。めっちゃ嘘じゃん。嘘じゃん。めちゃめちゃ嘘つく、びっくりした。嘘じゃん、嘘じゃん。ダメだからね、他のルームでやったら。でもタワーはありがとうございます。ありがとう。びっくりした。私今ドボンをしてました。めちゃめちゃ嘘だった。かっこ本物がめちゃめちゃ嘘。ダメダメだからね、本当に本当に他のルームでやっちゃダメだから、ね、2位にいるよ。しっかり私のアバターつきてるし。そう、最近あんたに似てるって言われるんだけど。あら、本当悪口。あ、悪口だよ、みんな。おりんが似てきたんじゃないって。あ、そうだ、おりんがともに似てきてる。だって真似しないでよ、ちょっと。しないしない真似しないでよ。そんな私カキピーボリボリ食べない。もばめでたまに間違えるんだって。うわ、心外。心外の悪口。あ、武藤りんかっこ偽物さん、またタワーありがとうございます。なんだの、もう偽物だよ今度は。偽物でよかったよね、潔いよね。もう偽物だもん。本物だったり偽物、ほらほらほら。もう本物だったり偽物だったり。忙しいな。私は投げないから。ありがとうございます。そう、偽物であろうが、何であろうが、タワーありがとうございます。あ、世界一可愛いかっこ知らんけど武藤トムからタワーを捧げます。マジで意味わからない人から今日タワーいっぱい飛んでくんだけど。何？でもありがとうございます。タワーは嬉しい。ありがとう。武藤トムからってどういうこと？